よろしく。ありがとな。ほう。じゃあな。お前、俺だよ。ち
しゃーめー、急に襲われたもんだから丸腰で逃げちまったぜよ。しかし悪魔か、とんでもない奴らを相手に俺たちは戦わなくちゃならんな。これはまさしく総力戦になるぜよ。レッドスプライトに戻ったら俺のラボを覗いてくれ。切ったぜよ。扉のロックをかインストールされた。また出た。よかった、悪魔どもじゃないのか。助かった。俺は通信班のムッチーノ。そのデモニカ、お前機動班だな。だったらイングラ班のメイビーを助けてやってくれ。彼女もこの先のあたりで悪魔に追いかけられてたんだ。俺には悪魔と戦う方法なんてないけど、お前たち機動班なら彼女を俺はレッドスプライトに退避するが、彼女の救出を頼んだぞ。あなた、機動班。私はインフラ班のメイビー。助けて、助けてちょうだい。ムカつく。ありがとう。おかげで助かったわ。見て、この岩。悪魔たちはこの岩を越えて行き来していたの。この先に奴らの巣があるのかもしれない。こんな場所には一秒だって長くいたくない。もう大丈夫だから、私は先に戻るわね。ミッション、頑張って。扉のロインストールされ。俺最高。Yeah!
扉のロックインストールされ。かすり傷だ。悪魔どもと一戦交えたのだが、正体が分からず手こずってな。戦場では敵の正体が分からないことほど怖いことはないぜ。俺がしたためたドキュメントをお前のデモニカに送っておく。お互い十分注意しよう。悪魔どもと一戦交えたのだが、戦場では…くそ、しくじった。悪魔ども、戦場では…な、ダメだ、来ちゃダメだ。こいつら、僕たちを皆殺しにするつもりなんだ。ありがとう、ありがとう。僕は観測班のマクリアリー。君のおかげでもう少し生きてられそうだよ。悪魔なんて存在がいるなんて、ここは一体どういう世界なんだ。こんな場所を観測するなんて自信をなくしそうだよ。そうだ、観測といえば月齢が観測できたんだ。君のデモニカにドキュメントを送っておくよ。ともかくレッドスプライト号に戻って自分の任務確認だ。レッドスプライト号より軌道班へ。今君が救出したクルーが安否が取れなかった最後の一人のようだ。ご苦労だった。これでミッションは終了だ。次の任務はレッドスプライトで確認するとし、一度帰ってきたまえ。扉のロインストール。
不明隊員の捜索ご苦労だった。これでどうやら投函クルーの所在は皆明らかになったようだ。しかしかなりの犠牲者も出た。彼らに黙祷を。さあ、私たちは次のミッションを始めなくてはならない。通信班がレーダーの復旧に成功し、周辺の探知を行った。その結果、巨大艦艇と思われる反応を一つ捕捉した。交信も取れず、艦名は不明だが、同胞艦と見て間違いないだろう。他の2艦は不明だが、確認された艦だが、彼らも遭難したのか、必要なら救援もしなければならん。隊長、先ほども話しましたように、クルーにかなりの損害が出ています。悪魔にやられ、実動可能な機動班の数も減ってます。分かっている。対策は考えてやる。私が機動班に加わり、任務を継続して行う。いいな。そんな、隊長に万一のことがあっては。だが非常事態だ。やむを得まい。艦の留守中は任せるぞ。わかりました。お気をつけて、ゴア隊長。ということだ。機動班のみんな、よろしく頼むぞ。隊長、救助信号が出ています。当艦の通信機がキャッチ。なんだと？デモニカに回せるか？わかりました。交信回線を転送します。おい、誰か生き残った人もいい。生きてるやつは返事をしろ。こちらレッドスプライト号、隊長のゴアだ。聞こえるか？君の通信は捉えている。レッドスプライト、ブルージェット号の隊員じゃないのか？君はブルージェット号のクルーか？名前と所属は？ブルージェット号に何があったんだ？俺は姫です。キドハンだ。救助を要請する。ヒメネス？君はあのヒメネスか？落ち着け。君の位置を確認し救助に向かう。ブルージェット号はどういう状況だ？無事なのか？クソ、ブルージェットは終わりだ。クソ、また奴らだ。化け物どもが。すぐに彼の救助に向かう。位置は分かったか？レーダーで艦艇の反応があった付近まではそれ以上は追えませんでした。次のミッションだ。ブルージェット号、ヒメネス隊員の救助。仲間の救助としてはもちろんだが、何が2号艦に起きたか知る証人だ。何としても助けたい。私も参加するが頼んだぞ。地球の未来はお前たちの草原にかかっている。そのことを忘れるな。なあ、それはそうと、チャオ。
よ。まずは回復薬が製造できるようになったぜや。はい、またです。あら、治療成功よ。そうね。それはそうと、じゃあ、よ、おい。Thank you.